サイド6、連邦にもジオンにも属さない中立のコロニーである。修理のためサイド6に立ち寄ったホワイトベースであったが、アムロにとって宿命の出会いがあった。あの鳥のこと好きだったのかい？美しいものが嫌いな人がいるのかしら。綺麗な目をしているのね。いつか触れて。すまんな君、何分運転士が未熟なもんでね。知っている、僕はこの人を知っている。敵の士官を前に緊張するのはわかるが、礼ぐらい言ってほしいものだな。サイド6の領空を出たら直ちに攻撃だ。やれやれ、棺桶に入ったままおだぶつかよ。ブリジー、こっちは出らんないの？慣れていくのね、自分でも分かる。よくもまあ、スカート付きめ。後方の無才を攻撃しろ。悪いが向こうはまだ撃てない。クラメルがやられたのか。構わん、撃て撃て。対空防御開始。敵を寄せつけるな。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ。まるでこっちの動きを読んでいるようだぜ。七つ。まぐれだよ、まぐれだ。やっ、うわっ、わあ！そこ！報酬、何やってんの？しっかり狙え！見える！動きが見える！全滅！十二機のリクドームが全滅！化け物か！来ます！ガンダム！落とせ！シャアが見ているんだぞ！白いモビルスーツが勝つわ。ガンダムは映っていないはずだが。仕留めてみせる。話になら、僕は一石に特攻せよ。このチビをモッパロッドでプラにぶつけ。報酬、何やってんの。しっかり狙え。当たるものか。遅い！モビルスーツが勝ったでしょ。ガンダムのパイロットはニュータイプとしての覚醒を始めている。ララーと同じレベルかそれ以上のな。はい。謎の少女ララー、宿敵シャアとの出会い、
父テムレイとの決別、出会いと別れが交差したサイド6を離れ、向かうはソロモン。